おはようございます。西戸明子です。今朝も福岡からお届けします。福岡は数日前からすごく冷え込んできまして、まあそうなると暖房をつけ、空気も乾燥し、やっぱりコロナ、インフルエンザ感染症が心配になってきますね。まあこの福岡滞在期間、父が老人ホームに入りましたので3回ぐらい面会に行きました。ただそこもやっぱりコロナの影響ありまして、面会時間が10分なんですよ。10分は短いですよ、本当に。もうなんかあーって言ったら終わるくらい何も話せないですね、10分ってね。ただこれ施設の方も、まあ、そうですよねって分かってくださっていて、まあ、20分25分ぐらいは許してくださるんですけど、まあ、なぜ10分かっていうとやっぱりコロナなんですよね。それね、コロナの影響っていうのが、まあ、私自身は自宅でずっと仕事してますし、コロナになっても、まあ、特に何も変わらなかったなって自分では感じているんですが、いや、 やっぱり社会はものすごくいろんな影響があるんだなっていうのをこの福岡で感じています。例えばですね、先日講演をさせていただきました佐賀北高校の校長先生が言われました。私こうやって体育館でみんなの前で話すの、まあ、今年度2回目ですねって。えって先生も11月終わりですよ、今年2回目ってどういうことですかって。まあ、やっぱりコロナとかインフルエンザの感染症を心配されるときは体育館に一斉には集まらない、それから暑すぎるときは熱中症心配なので集まらない、寒すぎても風邪をひくということで、今は教室にモニターがあってカメラの前で校長先生が喋るんですってね。だからリアルは年に2回とか3回。いや、これびっくりしましたね。まあ学校によるということではありました。それから中学の3年間を、まあ、コロナでほとんど通えずに過ごした子どもたちもいるんだっていう話を聞きました。まあ言われてみればそうですよねということなんですが、まるまる3年間ほとんど友達にも会えない中学生活を過ごすと、それって一体どんな影響があるんだろうと。昨日の日経新聞にはね、子どもの視力がコロナで低下したっていうのありましたね。で、まあ、最近わずかに回復してきたのはコロナが落ち着いて子どもたちが外で過ごす時間が増えたからじゃないかっていうことでした。そんなところにも、まあ、影響ありますよね。自宅で過ごしてればタブレットとかスマホとか見る時間が増えたでしょうからね。そういえばうちの妹が小学校1年生の時に視力検査で視力がガタッと落ちたことがあって、あの時は母親からテレビ禁止令が出ましたね。まあ、もう兄弟巻き添えですよ、全員で。何してたかって、ベランダから山見てろって言われて3姉妹なんですけど、うち3人それってね、ベランダからずっと山見てましたね。そしたら妹視力劇的に回復しましてね、うん、それで一緒に山見てた私ともう一人の妹が、結局目が悪くなりましたなんやねんっていう、まあ、遺伝だったんですけどね、結局ね。まあ、ちょっと余談でしたが、そんなコロナの影響、皆さんはどんなところで感じていらっしゃるでしょうか。でもう一つ、こんなところにもコロナの影響かって感じたのが、先日あるマスター生とお話しさせてもらった時に、まあ、なんでマスター入ったのって言ったら、コロナだって言うんですよ。どういうことかっていうと、その方は職場で一番最初にコロナになったんですって。そうすると当時は名前も発表されてね、誰々さんがコロナになりましたと。それでホテルに10日間、自宅に10日間、ね、でそこから会社に行くと、職場に行くと、もうこう自分の前でバーッとこう消毒をね、アルコール消毒をバーッてこう吹かれたらしいんですよね。でまあね、私はね、テーブルきれいになってよかったですねなんてちょっと冗談言ったんですけど、もうご本人にとってはもうちょっと耐え難いぐらい、その
コロナになったことが苦しい体験だったそうです。コロナの時に感じた同調圧力と本人おっしゃってました。でそれはこれまで生きてきた中で感じたことがない恐怖だったっていうことなんですね。その方お話をお伺いすると、もう人間関係職場だけだったんですって。だからもううまくいってたんだと思うんですね、その職場の人間関係も。ところがコロナになったっていうだけでこんなに人って変わっちゃうのって。でコロナから自分が復帰してもしばらくはその同調圧力っていうものがもう怖くて怯えてたそうです。で未だにあの時のことを思い出すと胸がズーンとするから、まだ癒されてないんだなとおっしゃってました。まあ、ただそんな時に西とのこの放送に出会ってくださって哲学講座受けられて、それで世界が広がったんですって。でマスタークラスも入られて人間関係も広がって、まあこれまではねご自身の職場だけの人間関係なのが当たり前だから、それが狭いとも思ってなかった。だけどそれが広がって初めて、はあ、自分って狭い閉じられた世界にいたんだなって。まあマスタークラス小学生から60代までもういろんな職種、なんなら全国各地だけじゃなく海外からも学んでくださってるので、本当にいろんな方がいらっしゃるんですよね。だからコロナのおかげで結果として世界が広がったんだというふうに話してくださいました。まあしかし同調圧力って本当残念ですよね。結局その何かあった時にやっぱりこう出てくるわけですよね。その普段は出てこない、まあ何と言えばいいでしょう、恐れに乗っ取られた言動と申しましょうか。結局怖かったんですよね、みんなコロナ、うん、でそうなった時に当然自分を守りたい、ね、すると自分を守るためにガードを作って、まあ、コロナになった人は敵だと、まあ、県外ナンバーとかもね結構嫌がらせがあったなんていう話も聞きますもんね。あと、まあ、パニック買いもありましたよね。マスクとかね消毒液とかも薬局から消えたりっていうことがありました。これはまさに先日高校生に向けてお話しさせていただいたことなんですけれども、感情に飲み込まれてしまうっていうこと。あ、保護者の翌日のお母様方へのお話の時にもさせていただきましたかね。感情に飲み込まれてしまう、恐れ、焦り、苛立ち、まあいろんな感情起こりますよね。まあ、実はねポジティブな方の感情もそうなんですよね。なんか自分が嬉しい時に舞い上がりすぎて逆になんか失敗しちゃったみたいなことありません？私なんてすぐ調子に乗っちゃうからね、ポジティブな感情にも結構飲み込まれるんですけれども、まあそっちの方はどちらかというと心地いい方なので飲み込まれててもあんまり気にならないことが多いかとは思いますけど、まあ本質的には同じですね。で、まあ一般的には気になるそのネガティブな感情に飲み込まれてしまうっていうことね、我を忘れた、まあ、暴言を吐いてしまったり、まあ、それが暴力行為になってしまうこともありますよね。同調圧力、パニック買い、まあ、全部そうだと思います。これこそが様々な問題を引き起こしてますよね、人間関係において。ですから感情に飲み込まれないこと、感情に飲み込まれて我を失うってことはもう感情があなたを動かすということです。乗っ取られてしまうということです。感情に自分というこのハンドルを感情に渡しちゃうってことですもんね。大切なのは感情に気づくこと、観察することです。ああ、自分に今怒りが来たな、焦りが来たな、恐れが来たな、こうやって気がつくだけで感情との間に距離ができて
そして飲み込まれにくくなると思います。そして気がついたら深呼吸ですね。まあ、これだけで物理的に間も置けますし、まあ、心も落ち着きますよね。はい、そんな、まあ、自分との付き合い方、自分の心っていうものを制御するんじゃないんですよね。気がついていく、自分の心の中で何が起こっているのかということを、感情だけではなく、より深い自分の願いも含めて、また思い込み、信念なども、もっともっと深く自分を見ていく。すると、自分に何が起こっていたのかっていうことが分かりますね。なんでこれやりたいのに行動できないんだろうとか、なんでこれやめたいのにやめられないんだろうとか、なんであの人に腹が立つんだろうとか、なんで自分のこういうとこ嫌いなんだろうとか、いろいろあると思うんですけれども、まあ、そういうことの謎が解けていくわけですよね。自分が分かってくると、結果として人間というものが分かってくる。そして周りとの人間関係、自分との関係が変わっていく。昨日実は結構いろんなことがありまして、久しぶりに派手に転んだりとかですね、あと財布と携帯を車の屋根に置いたまま走り出して財布を落としてしまい交番に行くとかですね、結構いろんなことがあったんですけど、それでもその時起こる感情に気がついて、飲み込まれてしまうっていうことにはならなかった。落ち着いて必要な行動を取ることができた。こういうことの本当に積み重ねかなと思います。まあ、何度も申してますけれども、来年2025年は、いろんな変革の年だと、かなり大きく世の中、世界が、まあ、動くだろうと言われている年です。でそんな時にですね、一人一人、私たちみんなが感情に飲み込まれず、同調圧力やパニックに飲み込まれず、人として自分としてちゃんと大切にしたいことが大切にできる、そういう生き方がみんなと一緒にできたらいいなって思って、今期マスターやってます。今日福岡にいるんですけど、今日帰るんですよ、これから週末土曜日名古屋、東京、日曜日東京、来週末は大阪でマスタークラス、対面のクラスがあります。まだ迷ってる方いらっしゃいますよね。はい、いると思います。というのも、引き続きご相談いただいてるからです。本当に間に合いますんで、皆さんぜひ一緒に学びましょう。昨日 PR をしてくださってるチームニコのアーヤ隊長から、いや私迷ってる人いると思うんだよねって LINE したら、必ずいらっしゃると私も思います。心の成長は見えにくいし感じにくいですが、この新たな時代が心を育む重要性に対して背中を押してくれてると思うっていうね、そういうメッセージをくれました。しっかり呼びかけていきたいですって。またね、新たな、動画とか、なんだ、画像とか作ってくださって、いろんなところにアップされてます。インスタなどなど、皆さんぜひご覧ください。で、迷ってる方はマスタークラスぜひご相談くださいね。何でも相談室、何でも相談フォームか、はい、まだオープンしてます。土曜日の名古屋はですね、まあ今日この後福岡出て、途中ちょっと用事があるんで滞在いろんなとこにしながら名古屋行くんですけど、うちの犬も行きますすいません、ちょっと犬連れで名古屋はお邪魔させていただきます。名古屋の授業お寺でやるんですよ。いや、お寺の隅っこにね、ちょっとうちの犬タオとアイも静かにしてますんで、皆さんと一緒に、もう絶対楽しいよね土曜日の授業で、日曜日は東京で、はい、皆さんと、一緒に学びたいです。マスタークラス迷ってる人、本当今期最後なんで、ぜひぜひ参加してください。もう最高の仲間が待ってます、あなたを。では
今朝はこの辺で終わりたいと思います。今日も聞いてくださってありがとうございました。どうぞ気をつけてお出かけください。いってらっしゃい。感情に気づこう、観察しよう、深呼吸しよう。西戸明子でした。